ハイメ・ソベルデ・アヤラは、フィリピン・マニラ出身の実業家。2006年までアヤラコーポレーション社長、会長を務めた。1934年、ハイメ・ソベルデ・アヤラは、マニラに生まれた。フィリピンで、初等教育、中等教育を受けた後、アメリカ合衆国のハーバード大学に進学した。1957年に建築学の学士号を取得して卒業し、その後は、 ハーバードビジネススクールで経営学習士を取得した。1963年にはフィリピンのバギオでハーバードビジネススクールが運営する6週間の極東上級管理プログラムに参加した。1958年にはアヤラ会社で秘書として働き始め、やがてアヤラ財閥の保険会社に移った。1970年から1975年にかけてソベルデアヤラは、 イギリスとスカンディナビア諸国でフィリピン大使を務めた。1970年代中頃にはフィリピンカメラクラブに加入し、より本格的に写真に取り組むようになった。英国王立写真協会に認められたフィリピン初のアマチュア写真家であり、芸術と文化に対する貢献によってフランス政府とスペイン政府からも表彰されている。1975年には、 フィリピナス生命保険の社長に就任し、1984年には、いとこのエンリケ・ソベルの後を継いで、アヤラコーポレーションの社長兼会長に就任した。エンリケ・ソベルはトップダウン的な経営方針だったが、ハイメ・ソベルでアヤラは民主的な経営方針を持ち、社長兼会長の自身を支える経営陣のほとんどは専門経営者だった。当時は、 フェルディナンド・マルコス政権末期で緊迫した情勢が続いていたが、ソベルデ・アヤラは、アヤラ・コーポレーションを守備よく経営し、不採算部門の圧縮、リストラ、長期債務の削減などに取り組んだ。1986年のフィリピン大統領選挙では、先代のエンリケ・ソベルが、現職のマルコスを支持したのに対して、ハイメ・ソベルデ・アヤラは、対立候補のコラソン・アキノを支持した。 秋野が選挙に勝利して大統領に就任すると、1980年代後半にフィリピン経済が持ち直したこともあって、事業の拡大に転じ、日本の川崎製鉄や三菱商事との合弁でのラグナテクノパークの設立、ホンダ技研工業や三菱商事との合弁でのホンダカーズフィリピンの設立、三菱商事や三菱電機との合弁でのラグナオートパーツの設立、 三菱商事との合弁でのアヤラシステムズの設立などを行った。マニラ近郊のラグナ州に400ヘクタールの工業団地を造成し、ラスピナスに158ヘクタールの宅地を開発し、セブに44ヘクタールの商業地を開発した。ハイメ・ソベルでアヤラが継いだ1983年時点では、アヤラコーポレーションの株式のうち30%が公開されていたが、 ハイメソベルでアヤラは株式公開比率を徐々に増やし、ファミリー企業からの脱却を図っている。1988年には不動産部門が新設されたアヤラランドに移行され、アヤラコーポレーションは純粋な持ち株会社となった。1993年時点ではアヤラコーポレーションの株式のうち59、59%をアヤラ家が所有するメルマック社が20%を 三菱グループが所有し、21%が従業員持ち株と一般公開株だった。1990年代前半には、アヤラランドなどの不動産部門、フィリピン諸島銀行などの銀行、保険部門、ピュアフーズなどの食品加工部門が3、大収益源だった。2001年には、ピュアフーズをサンミゲルに売却して、食品事業から撤退し、不動産、銀行、 通信などの中核事業に力を集中させた。また、アヤラオートモーティブホールディングスを設立して、自動車産業にも参入した。アヤラランドが開発した、ボニファシオグローバルシティ2006年4月には、実業界から引退し、ハーバードビジネススクールを卒業した長男の、ハイメアウグストソベルが、公認の社長兼最高経営責任者に就任、次男のフェルナンドソベルが、 会長権最高執行責任者に就任した。2007年には、ホーブス氏によるフィリピン長者番付で、ヘンリー氏と同率で1位に選出された。ホーブス氏によると、ソベルデ・アヤラの総資産は26億ドルだった。2008年の同番付では3位に後退したが、これは、アヤラコーポレーションの株価が46%下落したことが理由である。ソベルデ・アヤラ家は、 バスク系フィリピン人である。父親はアルフォンソソベルデ・アヤラであり、母親はカルメンプ・プフィッツ・イエレーロである。祖父はエンリケ・ソベルデ・アヤラである。姉妹としてマリア・ビクトリア・ソベルデ・アヤラが、兄弟としてアルフォンソ・ジュニア・ソベルデ・アヤラがいる。妻のベアトリス・ミランダとの間には2男5女を設けており、ハイメ・アウグスト・ソベル、フェルナンド・ソベルデ・アヤラなどがいる。ありがとうございます。